北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。番組フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、北川先生、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回はリスナーの方からね、お墓に対する考え方ということで、はい、やっぱり日本独特のね、こう家、うん、家族、家系っていう、まあ、東アジアも含めてですかね、そういったお話、まあ、これから、どんな時代になっていくかも含めて少しお話しいただきましたが、今週もですね、リスナーの方からご質問をいただいています。まあ、こちらもある意味家族に関係ある質問をいただいていますので読みたいと思います。40歳女性の方からいただいています。私の夫は運が良く、夫の名前で応募した懸賞が当たったり、夫が転職した会社が大きくなったり、はい、事故にあっても夫は無傷で相手が 100% 悪く、損害が一切なかったりしています。すごいね。気がついてはいませんが、すごいですね。気がついてはいませんが、夫の数々の選択のおかげで平和に生きている可能性もあると思って、日々夫に感謝をして生活しています。夫と結婚したことによって私も運が良くなっているのでしょうか。先生がおっしゃっている運の川は家族に影響があるものなのでしょうか、ということで。あ、もちろんあるよね。ありますかね。はい、運の川って言葉が久々に出てきましたけどね。はい、なんかね、ちょっと思い出しましたけれども、はい、昔、日露戦争っていうのがあったんですね。はい。で、東郷平八郎という人が、こう、なんて言いますか、ロシアの艦隊を破った時の日本の艦隊の、うん、元帥だったんですよね。選ばれたって言いますかね。東郷元帥、はい、東郷平八郎という人が指揮を取って、ロシア艦隊を破ったんですね。うん、で、まあ、その時の話をちょっとだけすると、はい、当時のロシアっていうのは世界一こう艦隊が優れてて、大艦隊、うん、今中国のような大、こう、今もロシアもすごいんですけども、近海で言えば中国みたいな、すごい機能的な艦隊って言いますかね。はい、船と大砲と、それから船の本数も、トン数も多くて、兵隊も1000年。訓練されているという大、ナンバーワンの大艦隊を持ってたんですよ。はい。で、日本は明治以降の本当に急ぎ作った艦隊といいますかね、うん。そんなにこう強くなかったんですね。はい、日露戦争の頃は。だから大艦隊、今の日本の小国が中国の大戦艦と大艦船、艦隊と対立するようなもんなんですね。もうそれは勝負はもう最初から明らかになってるぐらいですね、今感じだと。で、その時に、まあ、誰をその指揮官にするかっていう時に、当時の海軍の考え方は、はい、日本の軍隊の考え方すごいと思うんですけど、運のいい人をっていう選び方をしたみたいなんですね。天下分け目の決戦を、運のいい人。はい、うんうん。で、数々のいろいろなこう戦歴と何とか見て、やっぱり、一番運のいい適正な人は、東郷平八郎っていうことになって、うん、その時、東郷平八郎はもう退役してたんですけども、はい、なんか、体がこう元に戻して、うん、なんか、無理やり、こう、なんか、艦隊の司令官にしたって言いますかね。うん、その、まあ、いろんな面見たら、その東郷平八郎の運の良さが、はい、日本艦隊を引っ張ってるっていう例がいっぱい、いつもたくさん出てきてるんですよね。うんうんうん、だけど、まあ、運のいい人、だから昔から戦うときには、生きるっていうことは、うん、運のいい人と繋がるっていうのはすごく、その人の運も上がるっていうことは事実だと思いますね。だから運のいい人と付き合いなさいって言いますかね。うん、実際その今の話が伺ってても、やっぱり運のいい人に引っ張られて、まあ、ある意味その、なんだろう、その戦争のね、トップ、そういう指揮するトップにしろ、何か会社組織でも他でもいいんですけど、まあその人が運がいいっていうことをみんな認識して信じてれば、少なくても何でしょう、ついてこうも嫌な気はしないですもんね。そうするとますます運がよく流れそうですよね。そうですね。だからまあ運のいい人と付き合うっていうのは大切な生き方の一つだと思いますね。うんうんうん、だから自分も感化されるし、まあ、運の人は非常にポジティブだと思うんですよね。プラス思考というか。そうですね。うん、考え方も判断の力もすごいこう良心的だったり、
正しかったりすることがあったり、また危機に関してはすごい感知能力が高くて、パッと避けることができると言いますかね。だから、運の人はそういう、危険に対しても、感知能力は、そういう、悟る、わかる能力が高いので、その人に行くと一緒に助かりますよね。特に命に関わることや、家族に関わることに関しては、この方の、女性の方はすごく恵まれていると思いますね。運のいい方とそう付きで合すうっていうのね。は、そういう考え方は、僕はいい、素敵だなと思います。はい。そうですね。実際、でもこの方のやっぱりこの文章を拝読してて思ったのはもう一つ、まあ実際もちろんね、この方のご主人、運がいい方だと思うんですけど、さらにその今の話ですけど、運の川とか、この彼女自身の運をこう、より巡らせていくための、なんか大事なポイント、この方は抑えられてるのかなっていうのを、先生なんかちょっと思ったのがですね、やっぱり、この方のご主人がいろいろ運がいいっていう状況をご説明、この方してくださってますけど、当然、人生なんで、このご家族だったり、このご主人、このご本人もいろいろ表面的に悪いこともたくさんあったと思うんですよ。いろんなトラブルとそうか。ですよね、なはい。んですけど、やっぱいいことにフォーカスして、かつ、最後に、そういう夫、一緒になれたことを感謝して生きていますって言ってるから、やっすぱりごなんい。か物事の良い点にフォーカスしつつ、さらに感謝してるって、それをやってると、やっぱ運の川はますます綺麗に流れそうだなと思ったんですけど、どうですか？それもあると思いますね。その通りだと思いますね。それと、この女性も、夫から受けた幸運の考え方も身につけてると思うんですね。やっぱ、運ってあるんだと言って、自分自身の考え方も変わったのではないかなと思いますね。ご主人の影響を受けてね、生き方や感謝の仕方が変わってきてると思うんですね。だからさらに良くなってくると思うんですね。で、博君の先の質問に戻りますけども、前も言ったと思うんですけれども、運っていうのは緩やかに大きく流れているのではないんですよね。結構まっすぐ、ズンと言って、直角に曲がって平行しね。て、また直角に曲がってっていう、はい。結構、角が、溝で言えば、角のある直角の流れ方をしてるんですよね。大抵の方の運は。だから、詰まりやすいんですね。欲があったら。対人関係とか、その角でね、四角い角が 何箇所もあるから、勢いつけて切ると、今まで来たゴミが溜まってたら、バッと溢れて運が爆発してしまうと言いますかね。で、横になって、順調に来始めると、今度は、右の方で、また曲がったとこに、今まで順調順調と思って、横柄に構えてで怒っていると、そのことが運の川のゴミになって、詰まってしまうんですよいきなね。り直角で詰まりますよね。だから、すごくそういう意味では、運の川の掃除っていうのをしないといけないと思うんですよね。それは何かって言ったら、感謝であったり、恩返しだったりとか思うんですよね。恩返しをすることや、感謝でやることや、だから前回も言ったように、真面目にやるっていうことじゃなくて、誠実にちゃんと自分の運の、汚れを落とすというか、溝を、そういうする汚れ、ゴミを取るという行為が必要だと思うんですね。だからゴミを取るという感謝、行為は何かって言ったら、感謝ですよね。それから恩返しですよね。周りの人に恩返し、それから感謝ですよね。だからその二つをやって、本当に自分は生かされてるっていう生き方を、に気づかないと、運の感はすぐ詰まってしまうんですよね。そうですね。これ、だから聞いてる方はね、僕のような愚か者ではないと思いますけど、やっぱり、なんか特に僕なんか20代の若い頃だったら先生が今おっしゃってる、運のいい人と付き合いなさいみたいな、そういう言葉ってよく聞くじゃないですか。でも、それこそ自己啓発書でも、なんか運のいい人と付き合いなさいとか、お金持ちと付き合いなさいとか、そうするとそのロジックはわかるんですけど、そうするともうとにかくなんか今の先生がおっしゃる、感謝とか、そういうことを忘れて、なんか運のか、いい人見つけようみたいな、なんかもうギラギラしちゃって、そうで仮すね、ちょっにと。その人の何かいいものを受け取れたとしても、すぐ運の川は詰まりそうですね、それだけだと。そうですね。本当にいい指摘だと思うんですけれどすいません、も、レベル低くて。いいですよ。大切なことで、運の人っていうことはお金持ちになったり、うまくいくことばっかりを考える人についていくと、自分自身もお金とか、そういう、その運の悪い人、運のいい人がひっくり返った時に、それに巻き込まれてしまうと思うんですよね。だから、運のいい人は、出世をする人とか、お金持ちになる人とか、いい仕事を紹介してくれるという人よりも、
非常に感謝して順調にこう、なんかトラブルの少なくこう生きてる人、それから危険を察知する能力が高くて、いつもさっとそこには立ち至らないとかいうことができる人って言いますかね。まあ、パッと危ないと思ったらパッと手を広げて、そこから先は立ち入らないとかできる人ですね。戦争の時に、まあ、そういう人のそばにいると助かるんですよね。上官がそういう状態だと、パッと、あ、これ以上は進んで危ないから、おい、下がれとかいうようになったら、そこに砲弾が下がってきたりとか、敵が攻め込んできたりとかいうので、そういうので助かる人がいっぱいいるんですよね。だから危険を察知する、察して、なんかそこをさ、人を助けると能力の持った人、まあ、戦争の時はそれなんですけども、平日の時はこう、立ち入ってはいけない場所を、危険空気をパッと察して、そこをこう、なんていうかね、避けることができる人って言いますかね。だから、ただ出世したり、お金儲けしたりっていうんではなくて、本当に正しい生き方をできる感謝とか、そういう危険を察知する能力を持ってる人が、運のいい人だと思うんですよね。あと、このご主人のように事故のあっても無事で、相手はね、一切しなかったりと。だから、そういうことに恵まれて家族も良くなりますよね。感謝もそうですけど、まあ逆に自分自身も実は運がいい部分もたくさんあるんだと、やっぱりなんかちょっと振り返った方がいいかなという、特に僕なんかあもともとベースがネガティブなんで、あれもない、これもない、これもダメだったと思いますけど、気づけば奇跡的に、助かったこととかも、まあ僕も短い人生でもやっぱありますし、なんかそういうので、も、まあ、言葉って言ったら、まあ、私のことを言うんじゃないんですけど、そういうグルに出会ったりいとや、かです本当ね。ですよ、もう。そういうのも運ですよね。だから、そういうものに対して感謝したり、そういうのが人生を変えるんだなと気づくことが大事だと思いますね。ありがとうございます。まあでもだね、このから、方のなんかご質問読んでるだけでなんかキラキラしますね。そうですね。いい人、私ももう一人知ってますね。その奥さんが、もうこの人と結婚してよかったって言ってる人がいるんですよね。あ、いいでもうす最高っね。て、もうこの人といると安心して生きてくれる。ね、ギャンブルはしないし、親子、兄弟にはいつも感謝してるし、親切ですし、なんか、盆暮れだけじゃなくて、いつもなんか、あれこれあれこれ、贈り物したり、心配したり、駆けつけたりとかして、だから、周りからすごく感謝されて、見習うところがいっぱいあるって、こんな素敵な人と結婚できてよかったって言ってる人もいるんですよね。女性でね。だから、まあ、夫としてはありがたい と思うんですけそうど、ですね。そんなふうな言われ方はしたいと思うんですけど、確かにまあ、それね。はなかなか巡り合わないですね。不平不満がいっぱいである。なかなか難しいですね。だから、運のいい人の出会うと、まあ、感謝が生まれますそうね。ですね。で、奥さんがそんなふうに感謝してくれると、男の方も生きやすいですね。そう生きでやすすね。い。あ本り当がでたすい。ね。この家族のために生きていこうとか思える可能性がありますね。素晴らしいですね。拍い手をや、送ってね、あげ本当いいご質問ありがとうございます。さあ、この番組で引き続き皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして、9月末に、なりました。今月も、サポーターの方へ、北川先生の特別ご講話をお届けしています。今月は、ね、もう来年も見えてきましたが、2025年問題について今思うこと、考えることということでですね。北川先生が常々ね、サポーターの方に向けて2025年が大きな節目になる、そして、準備が必要だということをお話しされてきましたが、改めて先生が今、特にこれを伝えたいということをお話しくださっていますので、間もなく届く頃だと思うので、ぜひチェックしてみてください。そして、このサポーター制度ですけども、これまで続けてきましたが、400回過ぎた、今後もですね、引き続き番組を継続、させていただくために、皆様からの、ご支援を引き続きしていただけたらと思っていますので、サポーターを、大募集中です。サポーターになってくださった方には、今お話しさせていただいたように、北川先生の、特別のここでしか聞けないご講話を、お届けしております。もう60本超となりました。これが聞き放題ですので、ぜひ、サポーターの方にもまたなっていただけたら大変嬉しく思います。こちらも詳しくは概要欄を、ご覧いただけたらと思います。ということで、北川先生、今月9月末でしたが、また来月10月も、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
ー。